今回ご続けてやっていきたいと思います。なあ、陣内。こんな時だ、いろんなことが起こるよ。いろんなことしようや、陣内。いろんなことしようや。あそこに相沢もいるし、二人だけで、しようや。まあ、そんなことはともかく。さつき公園行くぞ。お、大丈夫か？これどうやって行くの、向こうまで。マジっすか？危ない危ない。どうやって乗るの、これ。話しかけないでくれ。あ、水があるじゃん。せやなあ。あー、しまった。ちょっと雨で足が滑った。はい。 この世界線ではな、足が滑らないようにしなければならない。3度目の僕だ。大丈夫じゃねえ。どっから乗るんだ、これ。こっから？滑る滑る。なんか台がなんかあるんか、これ。関係なさそうだな。何かありそうなわけでもねえしな。うーい。今一瞬悪いことを思いついちまった。おい、陣内。取材の調子はどうだい？聞こえないらしいよ、こいつ。雨の音で。開けた。ピョンって飲んだよ、ウサギみたいに。こっちは何があるんだ？対岸まで来れましたよ。このアングルなんだよ。きついんだよ、画面が。あれ、どうしたんだ、これ。あ、そういうスペースがあるか。よーし。もうついてく気配がないわ。もうあの二人は置いていこう。ウォータークーラーが。水を飲む？一回死んだら HP 全開してるわ。まあ、そりゃそうか。この世界線では一回もダメージ受けずにここまで来れたからな。なんて賢いんだ。ほんで？ 6 回。7回。このアングル怖えんだよ。前回は右足、今回は左足を滑らせた。両足を滑らせてしまったらもうおしまいだ。なんか不自然に声が出るな。人を死を容認するらしい。次はスッと降りかもしれん。スン。こっちが、あ、こっち側は囲われてるらしい。よかった。また風の音だよ。踏まれる、これ。
滑るなよ。絶対にな。これ陣内とこったらさ、やめろって、押すなよーとかできるのにさ、誰も来ないっていう。寂しいね。何してんだ、これは。一人でここまで来たけど。お、アイテムあってもさ、包帯。これ取れるんじゃない？べ。あ、リュックでかいのある。高級そうなルック。不審者すぎる。取れよ。もういいえって選択肢が不自然すぎるんだよ。本当に助かりたいと思ってるんか、お前は。なんだこれ。週刊激写、6月6日号。いっぱいあんね、これ。避難経路。お！これは電池？いらん。カメで十分や。おめえ。あ？読むか、避難経路。メール来てるしな。首都灯の光と影。週刊誌のやつ、これちゃんと読んでさ、これマジなんかっていう人、おるの本当に。俺全然信じないタイプだからさ。そもそも、ハニカム犬猿候補を売り込むための首都高。首都灯。生い立ちから見ても首都高の金は切っても切り離せないもんなんだ。完成してそれを立ってない首都高であるが、その裏ではすでに鮮烈な権利争いが繰り広げられている。このビルの避難経路。階段の位置と下の階を降りるための非常口の位置が示してある。全員読んだ。何これ。ああ。どうや、このウォーカーにはね、2つの店しかないらしい。滑るからな、足が。怖えよ、これ。よいしょ。よいしょ。ロッカーさん、絶対押さないでくださいよ。ロッカーさん、頼みますから絶対押さないでくださいよ。ロッカーさん！俺が支えてやらないとな、このロッカーを。よかった。このロッカーの命は、無事に生きながらあれた。お、ちょっとないところでやめろ、その阿波踊りは。多分ここだろ？トゥトゥトゥルー。よし、降りようぜ。こじ開けた。バール使え！ヒュン！これバール使ってこじ開けたのかな？それとも自分の手でこじ開けたのかな？結構怪力だよな。押された。物に押されたんだが。あ？おい！危ない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 。難しくないこれ。難しくないですか？こっちが行くの？あ、ちょっとサーフィン。あ、ぴったり収まった。よかった、この世界線では。ん？なんかぶつかった？あ、こっちはいけるじゃん。ピョーンって。アイザーたちどこ行ったん？下の階行ける。
あ、いけねえわ。怖え。カメラアングルは急に切り替わるからさ。あ、こっちか。ああ！危ねえよ。おい！誰も来てくんねえよ。え？ちょっと。急にカメラ切り替わらんで。やるか、これ、バイオ。バイオ取りに。バイオニックを。難しいな、これ。酔うだろ、みんな。え、こっちじゃないし、こっちじゃねえし。あ？積んだ？やばい、二人とこんなかかったんかな。こっからさ、カメラアングル動かせねえからさ、確認ができないんだよね。でも落ちてみたいけどさ、絶対違うじゃん。あ、そんなか。急にメタルギア始まった。あ！じいさん！ばあさん！おお、グロ！この通りでな。ちょっと手伝ってくれ。何を手伝うんだ、博士。何か道具を持っていないか。何の？いや、近くに救助隊とかはいないのか。君一人か。はい。はあ、僕一人です。なんだ貴様、勝手に取り寄って。訴えるぞ。いやすいません、職業柄。あ、陣内、いたんか。ちょっと、置いてかないで。誰？お前さん、マスコミか。はい。よし。じゃあよく聞け。今から言うことを記事にしろ。はい。お願いします。あ、ちゃんとメモるんだ。いいか。この島は欠陥品だ。穴が開きすぎとる。穴？穴。それで？地下の調節池のことだ。場所と構造に問題がある。はあ、なるほど。国の監督不十分もあるが、工事責任者の独断が原因だな。誰？その責任者の名前は？高原建設の新崎だ。新崎だ。なるほど、わかりました。こいつらの中でピンときてるか。頼んだぞ。俺の中でピンときてねえよ、はい、ああ、もう一枚取っときますか。あ、ちゃんと俺もメモしてる。勝手にしろ。ここで一晩。女じゃないだろ、おばさんだろな。あ、陣内、この人は村田っていう法律家だ。首都と相手に何件か裁判を担当している。資料だけ見られればよかった。まあ本人に話を聞いたのが運が良かった。資料あるじゃん。住民からの相談1。住民からの相談1、2。なんで相談って。そこの鍵、こっちの部屋の机に予備がありますから、使ってもらっていいですよ。先に言いなさい。こっち行かなきゃいけないの。この視点やだな。あ、老人と子供支援もらうか。これも取材だ。お、事務所の鍵。鍵閉めんなよ、こんな緊急時に。お、これは住民から相談、その3か。これ新聞記者なの、結構悪いことしとんな。こんなきか。これは相沢の仕事だろ。体が小さいやつにやらせろよ。
おい、じいさん。この写真いるかい？喋れねえや、このじいさん。女！カニは見つかりましたか？あったよ。この写真は、やるわ。お前のやろ？ありがとうございます。お孫さんですか？はい。今年小学校に上がったばかりで。ああ、そう。夏休みになったら、遊園地行こうってね。ああ、フラグ立てとったんか。そうか。約束してたな。そらいかんわ。フラグ立てるからっすよ。そらだんまりするわ。なあ、陣内。何も喋らねえや。優しそうだおばさんですね。この真ん中のさ、釘バットのおじさんは話しかけられないの。まあいいか。じゃあな、こいつら。じゃあな、お前ら。ヘリコプター。え、急に、英語チックなのよ。ヘリコプター。すみません。どなたか、呼んできてもらえませんか？しゃあねえな。よろしく、おね。職業からさ、こういうの弱くなっちまったよ。そうか。これはあれか。読むか。住民からの相談。強い雨の降った日には地面からかすかにうなるような音が聞こえてくる。地域によって音の強さが異なるが、ほぼ島全域から同様の訴えが出ている。これ、国がすべき、国にすべき相談だろ、これは。地面からの鳴りは一部の地域では振動と呼ばれるほど、うわ、すげえな。どれだけでかいんだ。うわぁ！これは私のうなりです。生活に多大な支障を期待している。住民も政府と首都党を相手に取った訴訟を起こすつもりであること、あるということ。調査結果。首都党地下の、地下には雨水対策、対策用の貯水池があるが、振動の強い地域ではこの池に沿っていることが分かった。溜め込んだ雨水を排出する際に振動を発生すると思われる。住んだもんじゃ、住めたもんじゃねえな。あ、ごめんごめん。すんまへんわ。じゃあ、水飲むか。ああ。たまらんね。どこだ？なんでキーホルダーだけ持ってんだよ。あ、水。汲むの大変だろ。水は汲む。やめろ、その坊主。上に上がるんじゃない？上行けねえわ。つかなんで二人でさ、あそこにいたんだよ。あ、資料のためか。全然考えつかずに物事言っちまった。おーい！あ、前転しそうだった今。おーい！おーい！おーい！アイザワー！アイザワー！大丈夫か、アイザワー？あれ？あれ、村田さんたちは、老夫婦は、お前ら降りてきたんかよ。ああ。遠く遠く離れていても
ルンルンデ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 レレレレ。おい、あれだけはなんとか。ああ。そのしゃがみ込む体勢やめろ。おい村田さん、そう、見殺しにしてきたか、お前ら。新規場